高杉新作慶応3年4月14日は、日本の政治家、軍人。幕末長州藩の尊能上医師として活躍。騎兵隊など諸隊を創設し、長州藩を倒幕に奉公づけた。高杉氏は、戦国時代以来、代々毛利氏に使え反省に関わる養殖を、力任した家である。新作は、通称で忌名は春風、イミナワ他に東、東一 和助字は信べお。号は、くすのきいき、投稿で、東稿共生、西海一共生、東洋一共生とも名乗った。他に笹などがある。変名を、谷仙蔵、谷梅之助、貧乏や、女一郎、三谷和助、羽振りべ、太郎、ししどけいば、西浦松助など。後、谷仙蔵とも改名。高杉新作生誕地長戸国萩城下菊や、 横丁に、長州藩士、高杉小中太と未知の長男として生まれる。三人の妹がいるが男子は新作のみで、後取りとして大切に育てられた。十歳の頃に放送を患う。祖父母ら家族の献身的な解放で一命を取り留めるが、アバタが残ったことから、あずき餅と、あだ名された。漢学塾を経て、開園五年に、藩校の明倫館に入学。 野牛化影流剣術も学び、後免許を改伝される。安政4年には、吉田松陰が主催していた、松下尊塾に入り、草加玄髄、吉田敏マロ、入江91と共に、松下尊塾四天皇と呼ばれた。安政5年には、判明で、江戸へ誘惑、昌平坂学問所や大橋突安の大橋塾などで、学ぶ。安政6年には、 死の松影が安政の大獄で捕らえられると天魔朝国を見舞って、獄中の死を世話をするが、藩により命じられて、萩に戻る途中で、松影は10月に処刑される。蔓、ま、延元年11月に帰郷後、傍聴一の美人と言われた山口町奉行、井上平門の次女、宮火と結婚する。文久元年3月には、海軍修練のため、藩の所蔵する軍艦、 平心丸に乗船、江戸へ渡る。新東無念流連平館道場で剣術の稽古をした。8月には、東北遊学を行い、加藤桜郎や佐久間正山、横井昌南とも交流する。文久2年5月には、判明で、五代友厚らと共に、幕府施設随行員として、長崎から中国の上海へ渡航、清氏が、 欧米の植民地となりつつある実情や、太平天国の乱を見分して7月に帰国。日記の、勇気よし五六に、大きな影響を受けたことが記されている。長州藩では、新作の渡航中に、俗論派の長い画楽らが失脚、尊王上位派が台頭し、新作も、桂小五郎役坂義助らと共に、尊上運動に加わり、江戸、京都において、勤能、 早く上位の宣伝活動を展開し、各藩の志士たちと交流した。文久2年、新作は、サッパンはすでに生麦において、偉人を斬殺して、上位の身をあげたのに、我が藩はなお、交部合体を説いている。なんとか上位の身をあげねばならぬ。藩政府でこれを断行できぬならばと論じていた。折しも、外国講師がしばしば、武州か沢で遊ぶから、 そこで視察しようと同志が相談した。しかし現在が、土佐藩の竹市藩平太に話したことから、これが前、土佐藩主、山内王道を通して、長州藩制止、毛利貞宏に伝わり、無謀であると制止され実行に至らず、桜田邸内に謹慎を命ぜられる。この過程で、長州藩と、朝廷や他藩との提携交渉は、もっぱら、 桂や草加が担当することとなる。文久2年12月12日には、幕府の移植に抗議するため、同志と共に、品川御殿山に建設中の英国公使館や秋打ちを行う。これらの過激な行いが幕府を刺激することを恐れた、藩では、新作を江戸から召喚する。その後、吉田昌院の生誕地である、松本村に草案を結び、闘魂と名乗って、 10年の陰遁に入ると称した。騎兵隊所属の兵の写真文久3年5月10日、幕府が朝廷から要請されて制定した上位期限が過ぎると、長州藩は関門海峡において外国戦砲撃を行うが、逆に米仏の報復に愛惨敗する。新作は下関の防衛を任せられ、6月には、 海鮮ドニアの白石昭一郎邸において身分に、よらない、志願兵による、騎兵隊を結成し、阿弥陀寺を本拠とするが、9月には、強法寺事件の責任を問われ、総監を罷免された。京都では、薩摩藩と合津藩が結託したクーデターである8月18日の、政変で、長州藩が追放され、文久4年1月、新作は脱藩して、京都へ潜伏する。 桂小五郎の説得で2月には帰郷するが、脱藩の罪で野山国に投獄され、6月には出所して、禁止処分となる。7月、長州藩は、金門の辺で敗北して、朝敵となり、来島又兵は戦死、草加玄髄は自害した。8月には、イギリス、フランス、アメリカ、オランダの4カ国連合艦隊が下関を砲撃。 砲台が選挙されるに至ると、新作は社面されて、和議交渉を任される。新作が24歳の時であった。交渉の席で通訳を務めた伊藤博文の後年の回想によると、この講和会議において、連合国は、スーの条件とともに、彦島の咀嚼を要求してきた。新作はほぼすべての提示条件を受け入れたが、 この、領土の咀嚼についての未願として、受け入れようとせず、結局は、取り下げさせることに成功した。これは、新国の見分を経た新作が、領土の起源付き咀嚼の意味するところを深く見抜いて、いたからで、もしこの要求を受け入れていれば、日本の歴史は大きく変わっていたであろうと、伊藤は、自伝で記している。高杉新作と、 伊藤博文公山寺巨兵の銅像幕府による第一次長州政罰が迫る中、長州藩では幕府への強順やむなしとする保守派が対等し、10月には福岡へ逃れる。平尾山荘にかくまわれるが、俗論派による正義派画廊の処刑を聞き、再び下関へ帰還。12月15日夜半伊藤俊介率いる、力士隊、石川小五郎率いる。 遊撃平長州藩諸隊を率いて、高山寺で挙兵。後に、騎兵平諸隊も加わり、現時2年3月には、俗論派の主会、無くなしダラを排斥して、藩の実権を握る。新作は、同月、海外渡航を試みて、長崎で、イギリス商人のグラバーと接触するが反対される。4月には、下関開港を推し進めたことにより、上位。 俗論両派に命を狙われたため、愛称、追うのと共に、四国へ逃れ、日柳津梅石を頼る。六月に、桂小五郎の圧戦により帰京。現時二年一月十一日付で新作は、高杉県を拝着されて、幾扱いとされ、そして同年九月二十九日、判明により、他に戦争と改名する。慶応三年三月二十九日には、 シムシル百国が与えられ、谷家を創設して、初代当主となる。高杉本家の家督は末妹、光の婿に迎えた春樹が継いだ。再度の長州政党に備え、新作は防衛体制の強化を進めた。慶応 2>, 2年1月21日、彼が、桂小五郎、井上文太、伊藤俊介たちと共に進めていた、殺鳥名役が、 土佐藩の坂本龍馬、中岡慎太郎、土形久本の仲介によって、京都薩摩藩邸で結ばれた。5月、伊藤俊介と共に、薩摩行きを命じられ、その都時長崎で、蒸気船、日野虎丸を購入している。6月の第二次長州征伐では、海軍総督として、日野虎丸に乗船し、戦闘式を取った。八代島沖で、 幕府艦隊を野衆して、これを尻け、林半七引きる、第二騎兵隊などと連絡して、須尾大島を奪還している。小倉方面では、艦砲射撃の援護の元騎兵隊、報告隊をもじ、他の裏に上陸させて、幕府軍を敗走させている。その後小倉城近くまで進撃したものの、日後半細川家の軍勢に撃退され戦況は停滞した。しかし、 7月20日に、将軍、徳川家持が死去すると、7月30日には、日後藩、久留米藩、柳川藩、唐津藩、中津藩が撤兵、幕府軍総督、小笠原おさも、回路で小倉から、離脱、残された小倉藩が8月1日小倉城に火を放ち、逃走したため、幕府軍の敗北が、決定的となった。幕府の権威は大きく失墜し、 翌慶応三年十一月の大政奉還へと、つながることとなった。その後、下関市桜山で、肺結核の療養中、慶応三年四月十四日に死去。去年二十九臨終には父、母、妻と息子が駆けつけ、野村望む東に、山形京介、田中昭介が立ち会ったとされる。A 点は、増成余儀4に四月八日。募集。 投稿安保墓所は、山口県下関市吉田の投稿案にある。2016年4月に新作の生前の遺言を刻んだ母子碑が混流された。また、木戸高義、大村増次郎らによって、東京証根社に、吉田松陰、草加玄瑞、坂本龍馬、中岡慎太郎たちと共に祀られた。死すべき時に死死。 行くべき時に来るは、英雄豪傑のなすところである。両三年は、軽挙盲導せずして、もっぱら学問をするがよい。その中には、英雄の死すべき時が必ず来る。およそ英雄というものは、変なき時は、否認小事記となって潜れ。変ある時に及んで竜のごとくに振る舞いはねばならない。男子というものは困ったということを決して言うものでは、ない。これは、自分が、父から、 平成やかましく言われたことであるが、困ったという時は、死ぬ時である。どんな南極にところしても、何困らぬという気概でやっておると、おのずと通りずるものである。どんな南極にも必ず逃れ字がある。行き当たれば曲がり字ありというわけである。断じて困らぬという気概でやっていれば必ず道はつく、ものである。だから困ったという一言だけは決して口にしてはいけない。 ありがとうございます。